1年ちょっと前にスルースキルズとして全日本プロレスの応援大使をやらせていただいて、でその時は普通に毎月のように上がらせていただいたリングだったんですけども、今こうしてプロレスラーになってこの全日本のリングに上がるっていうことがどれだけ大事なことかっていうのを気づかされましたし、また次呼ばれるようにもっともっと私自身が強くならなきゃいけないなと思って、またもう一度上がらせていただけるチャンスがあるならばもっともっと成長した私を見せれるようになりたいなと思いました。久しぶりの全日本のリングでしたけど大したことねえじゃねえかこの野郎俺、なんか全日本にさ出る出ないでちょっとナーバスな時もあるけどね、今も怒りに変わってるね。なんなんだお前の小僧の野郎、青木なんだお前その覆面は、もっとかかってこいよお前、外敵だぞ俺は、外敵中の外敵だぞお前。ジュニア全部食ってやるよお前、俺がこの後ね俺は何したと思ってんだよお前、お前ら何日来たんだよ、それを出し合おうじゃねえか、それで俺はまあリーグ戦に向かってくから、いいよ。全日本プロレスの戦いはね簡単には勝てないですよ。今日だってね、相手に世界タッグ王者がいて、そして前回のね、三冠の挑戦者がいるわけであって、まあそれは簡単に勝てないの分かってました。まあでもその中でね、やっぱ俺勝たなきゃいけないからね、2月3日もね、全日本プロレスの主砲三冠ヘビー級、王者に挑戦するわけだから、ここでね、つまずいてるわけにはいかないし、まあもう今日は、まあもう今度ね、世界タッグ、ね、挑戦する、チーム、その助けもあったし、やっぱリング上で言ったけどね、やっぱ1年前からずっとね、俺を応援してくれて、応援してくれてる、まあ、全日本プロレスファン、いや、いるかな、いないかな、まあ、あったかく迎えてくれたね、人たちがいるからこそ、まあ、頑張ってこれたっていうのは本音なんで、その感謝の気持ちを、込めて2月3日もう目の前に来たぜ、2月3日横浜文化大学、このプロレス界に宮原健とそして吉田の名前が刻まれる日がやってきた。ついに来た横浜で、今日もうリング上でいたけど、ああいうこと、今日は鼻水で落として完全に落ちたからね、スワマはね、鼻水じゃなくてリング上だよ、2月3日リング上で俺はスワマを締め落とす、そして世界タッグチャンピオンになる。しなるぞ、マジでなるぜ、一発で取る。2月3日終わる頃には俺ら二人の腰に世界タッグベルトがあるぜ、横浜で会おうぜ。